休憩前に引き続き会議を開きます5番後藤昭彦議員 えー、皆さんこんこにちは明星クラブの後藤昭彦です平成29年8月8日私たち、明声クラブの板坂博之団長がご逝去されました。私は約2年間という短い間でしたが議会人としてまたは一般人としてさまざまなことを学びました。 私が市役所を退職し政治活動を始めましたが何もかもが思い通りにいかずこれからどうしたらいいのか途方に暮れていた時期に板坂団長から電話をいただき「どうね頑張りよるねきつかやろうけど最後まで頑張らんばよ一緒に仕事をしようね」との一言にどれだけ勇気づる。 勇気づけられれたか計り知れませんまだまだこれから板坂団長にいろいろな話を聞きたいと思っていただけに残念でなりません私は志仲間でご逝去された故・板坂博之議員の一生を引き継ぎ長崎市市政の発展に向け頑張る所存でございます中心からではございますが 改めまして小板坂博之議員のご冥福を心よりお祈りいたしますそれでは質問通告に従い順次質問してまいりますので市長並びに理事者の誠実明快な答弁を求めますまず行政サテライト機能再編成の実施についてお伺いしますいよいよ行政サテライト機能再編成が10月1日より施行されます 行政サテライトの進捗状況につきましては昨日先輩議員同僚議員が質問いたしましたのでその中身についてご質問いたします行政サテライトにつきましては2月定例会の総務委員会において2日間に及ぶ慎重な審議が行われましたその結果住民職員への周知説明が不足しているということ,と,いうことから 施工日を7月1日から10月1日に延長するなど2点が修正され可決されましたまた遠隔地である野々崎、外目両地区に技術職員を配置することなど6項目が付帯決議として付されたものです確かに技術職員配置につきましては付帯決議通り野々崎、外目地区には技術職員を配置していただいております しかし、その実は、両地区とも予算を持たせないということです。私は、二月政令会の総務委員会の会議録を改めて読ませていただきました。また、総務委員会の委員の皆様にも、付帯決議の内容についてお伺いしました。その結果、野間崎外目地区においては、予算も技術職員も、現状の体制は維持するという内容の付帯決議ということになっておりました。 具体決議におきましては法的拘束力がないことは分かった上でお聞きいたします。市はどのような解釈をしてこのような状況になったのでしょうか。仮に予算を持たない職員を地域センターに配置しても、ただ単に現場を見て総合事務所に報告するだけではないでしょうか。予算を持たない技術職員に所属長はどのような業務命令を出すのでしょうか。また、130万円以下の 軽微な工事については行政センター管内だけで1,114件ありますその中には離島である高島地区、池島地区も含まれております。総合事務所の職員だけで対処できるのでしょうか。何を基本に総合事務所の技術職員数を確定したのか、その根拠をお示しください。続きまして、地域コミュニティの意義について質問いたします。 去る4月18日野間崎地区を皮切りに6月3日まで17地域に市長自らが出向き地域コミュニティの仕組みづくりについての説明会が開催されましたこの説明会には1127名の住民の方が出席しておりますその内容は地域のさまざまな団体の連携により主体的な活動を行うことを目的とした新たな住民自治組織体として 地域コミュニティ連絡協議会を設置ししてほしい旨の説明ででした市はこれまでも地域コミュニティのあり方委員会の設置、地域コミュニティ活性化事業の実施など、さまざまな施策を展開してきました。その結果、最終的にたどり着いたのが地域コミュニティ連絡協議会の設置ではないかと思います。 この事業には地域振興基金を財源として年間約2億円の交付金制度を設けることとお聞きしています。現在地域によっては従来からの自治会を中心とした地域コミュニティ体制が定着している地域もあり少子高齢化、人口減少の問題などどうすれば元気な地区になるかを常に考え協議しています。しかし現状においては長崎市は地域と共同しようとする姿勢は 見えま,せんまた、公共施設の利用においても、地域に寄り添う姿勢とは言い難い事例もあるとお聞きしております。そこで質問いたします。先般からの説明会においては、住民みんながもっと参加する、団体同士がもっとつながる、地域と市役所がもっとつながる、この3つが大事で、この3つを目指すと言っています。しかし、市が地域に寄り添う姿勢がなければ、 地域コミュニティはは成り立たなないいのではないでしょうか市が推進する地域コミュニティとは何なのか地域コミュニティ連絡協議会を設置することだけが市が目的とするコミュニティの姿なのでしょうかまたコミュニティの推進をはじめ市長の考えが職員に浸透していないのではないでしょうか市長や一部関係部署だけ一生懸命取り組むのではなく 全指的に職員の方にも周知して取り組んでいただきたいと思いますが、職員の周知とはどうしているのかをお示しください。次に、普通財産の活用について質問いたします。現在、長崎市の普通財産所有面積は、山林や原野を含め856万平方メートル、そのうち宅地が126万平方メートルとなっています。市は、この普通財産について、 売却を基本とし、売却するものについては、宅地のうち、節動しているものなど、条件が整っているものから売却対象地として選定し、整理する。また、売却となるまでの間は、一時貸付等により収入、収入の確保を図ることとなっていると思います。そこで質問いたします。まず、過去3年間で結構です。売却、箇所数、面積、 またはどういったところを売却したかをお示しください。また現在、どれくらいの売却予定地があるのか、またその集中方法を合わせてお示しください。最後に野間崎地区の振興策について、軍艦島資料館の課題と今後の取り組みについて質問いたします。軍艦島資料館は平成15年に当時の野間崎町商工会青年部の有志の皆さんが、野間崎町郷土資料館の一角に設置し、 運営を開始いたたししましたその後平成21年7月から羽島見学施設を共有開始する際上陸できなかった場合の代替施設として活用できるよう展示リニューアルを,アルを行いました平成27年7月に世界遺産登録後入館者数は増加していきましたが当時の資料館の展示室は90平方メートルと非常に狭く 観光バス1台で満杯状態になっていましたまた展示室に行くには急な階段もあり高齢者の多くは展示室まで登らないという状況でしたそのような状況の中平成28年7月に閉鎖しておりました旧福祉保健センター1階に場所を移しこれまで無料であった入館料を有料にしてリニューアルオープンしました 資料館の入館者数は平成26年度2万7千人世界遺産登録された平成27年度には5万825人と大幅に増加いたしましたがリニューアルした平成28年度には2万5215人となりました現在野間崎地区において公共,公共施設の在り方を考える市民,の市民対話が開催されていますその,のその会の中で軍艦島資料館の現状を見て どうすればもっとみんなが来たくなる資料館になるのかなど協議をいたしましたそこにはさまざまな意見が出されましたそこでお尋ねしますリニューアルして1年が経過した軍艦島資料館ですが現在の課題と今後の取り組みについてお示しください以上本段からの質問とし2の括弧に仮称地域コミュニティ連絡協議会の財源については自席より質問いたします ありがとうございました。<上> 目クラブ後藤昭彦議員の質問にお答えしますまず2点目の地域コミュニティについての括弧1地域コミュニティの意義についてお答えします地域コミュニティの仕組みづくりを推進する目的ですが人口減少や少子化高齢化1人暮らしや高齢世帯の増加生活スタイルや価値観の多様化などによりましてなどによる社会状況の変化によりまして 地地域域社会をを取り巻く環境も変化化ししな地域課題が顕在ててきていますこういった状況においても暮らしやすい町であり続けるためには自治会をはじめとした地域の各種団体が連携し地域課題の解決に向けた取り組みなど一体的な地域運営を行う新しい仕組みが必要であると考え地域コミュニティの仕組みづくりを推進をしています。また この地域コミュニティの仕組みづくりと合わせまして行政サテライト機能の再編成におきましても地域センターや総合事務所にまちづくりを支援する業務を明確に位置づけましてこれまで以上に地域に寄り添いながら共同連携してまちづくりを進めていくこととしています議員ご指摘の職員への周知ですがこれまでのやり方にとらわれず時代の変化に対応して意識や発想仕事の仕方を変えていくこと 市民との対話や現場へ思うことの大切さなど今の職員に求められていることを機会を捉えて呼びかけているところです地域コミュニティの仕組みづくりプロジェクトにつきましても所管化のみで進めていくものではなく町内の横の連携を強め横断的に取り組んでいく必要があるものと考えています情報共有を徹底しながら進めていきたいと考えています仕事を進めていく上では地域との共同など 地域基点で考えていくことが、ますます重要になるものと考えていますので、今後とも職員への周知、徹底を図り、市民と共同したまちづくりを推進していきたいと考えています。以上本段からのの答弁といたします総務部政策官ご質問の1 行政サテライト機能再編成の実施についてお答えいたします。2月市議会における総務委員会の付帯決議につきましては、重く受け止めております。付帯決議の内容は、野間崎地区及び外目地区が、専門職員が集約配置される予定の総合事務所からも遠隔地となり、行政サービスの低下が懸念されることから、当分の間は技術職員を廃止することとなっておりますので、検討の結果、 両地区の地域センターには土木技術職員を配置することとしております予算につきましては例えば南総合事務所であれば土井の首深堀高谷伊予島高島野間崎三和の生活道路等の予算を受け持ち地域の実情に沿って優先順位を決めて執行していくこととしておりますが総合事務所ごとにの予算は 過去の実績を踏まえ、全体額を確保し、著しく不公平にならないようにしてまいります。また、野崎地域センターと外目地域センターの土木技術院は、指導の破損があるなどの相談があった場合、現状を確認し、対応方法を判断し、小規模なものは、業者へ参考見積もりを依頼したり、設計が必要なものは、 速やかに総合事務所に引き継ぐなどの役割を担うとともに施工状況の確認大雨や台風に伴う災害状況の調査などを行いますこういった市民の皆様への相談への対応は地域センターの業務の一つですので地域センターの所長の命令の下を行うこととしております次に総合事務所が業務に対応できる人員配置であるか というご質問についてでありますが、議員ご指摘の1114件には、市営住宅などの修繕も540件含まれております。総合事務所では、地域整備課がこの業務を行いますが、南、北の総合事務所管内で申し上げますと、現在、行政センターで行っております、130万円以下の修繕に加え、土木維持課や 緑の課で行っております生活道路や地域の公園などの130万円を超える工事、さらには土井の首、深堀、三重などの現在の秘書管内の修繕等の業務量が増えることとなります。従いまして、この増加分を見込んで人員を配置することとしており、具体的には、これまで行政センターで正規と再任用職員合わせまして9人であった 土木技術院を南、北の総合事務所の地域整備課で14人、野崎と外目の地域センターに各1人の合計16人配置するほか、市営住宅の修繕も行政センターの実績をもとに事務職員等を配置することとしており、業務に対応できる体制であると考えております。以上でございます理財部長 ご質問の3、普通財産の活用についての括弧1、未利用資産の活用についてお答えをいたします。私有財産のうち、今後行政で直接活用予定がない低未利用資産となっております普通財産につきましては、売却等により有効活用を図ることを基本的な考え方としております。過去3年間の普通財産の売却実績につきましては、 平成28年度における土地の売却箇所数は18箇所、売却面積は1万7800平方メートル、平成27年度における土地の売却箇所数は21箇所、売却面積は4500平方メートル、平成26年度における土地の売却箇所数は15箇所、売却面積は9百。 50平方メートルでございますそのうち主な売却地は平成28年度に売却しました成人病センター跡地でございます現在の売却予定ですが予定地ですが平成29年度におきましては21件を予定しております売却にあたりましては当該地への看板の形出広報長崎長崎市や長崎県宅地建物 取引業協会のホームページ、テレビおよびラジオでの広報により、周知に努めているところでございます。今後とも資産を有効活用し、収入の増加を図る観点から、積極的に売却を行ってまいりたいと考えております。以上でごございます。文化観光部長ご質問の4点目。 野茂崎地区の地域振興策についての括弧一）軍艦島資料館の課題と今後の取り組みについてお答えいたします。軍艦島資料館は平成15年に開館し、現在の長崎南商工会が運営しておりましたが、橋島の世界産登録による利用者増等に対応することが困難であるとの申し入れがあったことから、場所を旧野茂崎福祉保健センター1階に設置し、 平成28年7月16日から長崎市による運営を開始しました。現在の軍艦島資料館は以前と比べ展示室の面積が約2倍となり創業当時の写真や軍艦島の模型世界遺産の紹介パネルを設けるなど展示内容の充実を図るとともにスロープや多目的トイレ等のバリアフリー化 受付職員のの配置による案内誘導の充実を図っておりますまた機能としましても休憩スペースや野毛崎地区内の観光情報の提供を行うなど鹿島の価値や歴史を伝える施設としてだけではなく地域の情報の発信の場として活用されておりますしかし来館者の状況につきましては鹿島が世界遺産に登録された平成27年には7年度には 5万825人となったものの平成28年度は熊本地震の影響などによりまして2万5115人と大きく減少し平成29年度においてはさらに減少傾向にあるところでございますこのような中先日開催されました公共施設マネジメントの地区別計画の策定にあたり開催しております野間崎地区の 公共施設の在り方を考える市民対話におきまして地元の皆様から軍艦島資料館の課題や改善策として展示物及び内容の見直しや拡充軍艦島を展望できる場所の設置語り部の配置など今後の魅力アップを図るための取り組みについて多数の提案が出されました軍艦島資料館は八島の世界遺産としての価値や 当時の歴史を伝えるためだけの施設ではなく野間崎地区の地域活性化に寄与するためにも重要な施設であるというふうに考えておりますので長崎市といたしましてもさらなる PR に努めるとともに地元の皆様から出された提案につきましても十分に踏まえながら今後、えー、必要に応じて内容の充実に努めることで多くの方々に訪れていただく施設になるように取り組んでまいります以上でございます。 5番後藤昭彦議員はい、えー、一通りの答弁をいただきました、えー、再質問いたします純、えー、不動になるとは思いますがよろしくお願いしますまず普通財産の活用について、えー、再質問をいたします、えー、利用されていない普通財産については収入の確保の意味からも当然売却が基本だということは十分承知しております まあ、そのことを承知した上でです、ね、えで、ー、お聞きしたいことが2点ほどあります。1点目は普通採算だから何でも売却対象になるのかということですね、えー、例えばあこういう事例があります、えー、学校敷地内にある旧教員住宅もうこれはあの校舎のすぐ前にあるんですけど、えー、旧教職員住宅について、えー、本年 3, 3月に え森林の教諭が入居の打診を長崎市に行いましたところが、えー、長崎市の答えはです、ねえー、そこは売却予定地であるので貸すことはできませんと貸したとしても分泌登記と売却準備をするために夏までには出て行ってもらいますよという回答でした、まあ、結局この教諭は民間の住宅をです、ねえー、地元の人にお世話をしてもらって借りたという経緯があります このようにあの学校敷地内にある物件などです、ね、立地条件によっては、一般競争入札にはなじまないものがあるとは思うんですが、このように学校敷地内にあるような財産についても売却対象とするのかどうかというのをお尋ねします。理財部長、再質問にお答えいたします。青潮学園入口にございます旧教員 教職員住宅第1号につきましては、教職員住宅としての使用及び教育財産としての活用の予定がないため、教育財産として用途が廃止され、平成28年6月17日に普通財産として財産活用化に引き継がれたものです。その後、同住宅につきましては、 同学園に赴任予定の先生から入居したい旨の相談が平成29年3月中旬にございました。普通財産であることから長崎市で利活用の予定がないと確認できた場合は建物の状態により建物付きまたは建物を解体し一般競争入札に売却することをする普通財産の取り扱いによる対応を考えて おりましたので入居をお断りしたところでございますしかしながら当該地につきましては学校の入り口そばにあることなども考慮して再度関係者等と協議等を行った上で改めてその対応を検討していきたいと考えております以上でございます五番後藤昭彦議員はい、えー。あくまでもあの学校敷地内にあるんですよねただそこに、えー 住んでなかったということで、まあ、普通財産に変更したということなんですけど、私の考えはもう、あくまでもそれはもう行政財産、教育財産じゃないかなというふうに思うんですよ。というのは、学校敷地内にあって、普通財産で、じゃあ、一般入札をしましたと、誰が入るかわからないことをですね、できるのかということなんですよ。で、あのそれを簡単にね、あの売却予定であると。 いうふうなことで、まあ、お断りしたということで、えーまあ、地元の人もなんでここに先生を住ませんとやろうかと、先生、あのここに住みたいと言ってるのになんで住ませんとやろうかということをです、ね、やっぱり地元の人も言っておられます、まあ、そういうことで,です、ねあの、このようには学校敷地内にあるような財産をです、ねえーまあ、一般競争、入札をすることではなく、 立検討をです、ね、十分考慮して、今後してもらいたいと思いますが、いかがですか理財部長。先ほどもあのご答弁申し上げましたとおり、再度、関係者と協議、また調整をして、改めてその対応については、検討をしていきたいと考えております、以上でございます5番、後藤昭彦議員。はい、えー そしたらその教育長はこのような物件をどう思いますか、その学校敷地内に、に、まあ、あ場所をご存じだと思います、えー、あのようなところをですね、その学校敷地内に、もう校舎は目の前にあります、そういうところをまあ普通財産にして売却というケースがあったとき、どう思われますか。教育長 はい、再質問にお答えいたします教職員、住宅の今後の方針といたしましてはあの、交通もあるいは自家用車、公共交通機関で利用して通勤しているという方も多く、あの島地区以外を除き,除きまして、えー、廃止する方針を立てております。これまでもあのもちろん青州学園の 校門の外の入り口近くにもともとございました、この部につきましても、ああの教職員の利用がなくて、目的外で他の方に貸した事例もございました、そういうこともありまして、今回、方針に則っりまして、教育財産を廃止し、普通財産として所管外を行っているものでございます。通通勤そのものはあのもはは自家用車をを使使いいいななががららあるいは公共交通機関を使いながらの 通勤が可能と考えておりますので、今後その方針でいきたいと思っているところです。五番後藤昭彦議員。はい、えー、まあ、あの、まあ、そういうことは分かっているんですけど、その。そこをですね。一般競争入札が見合うかどうかという判断はどう思われてますか。それはどこが、教育長。再質問にお答えいたします。えー 普通財産の活用につきましては、あの市全体の考え方の中で整理されるものと思っております。以上でございます。5番後藤明子議員えー、まあ、ここにちょっと時間を費やすのもあれなんですけど、私は先ほどから来行ってますように、えー。立地条件ですね。まあ、学校の敷地内にある校門の前にある当然その国道から1回。<あ> 1> 校 校門を入った中にある建物をです、ね、もうあの一般競争入札で誰が入るかわからないような格好にしたら、とてもじゃないけどい、いかなというふうに思いますので、まあ、今後、そこはです、ね、十分考慮してほしいと思います。まあ、それともう一つ、これは普通財産になった学校跡地の活用についてですが、もう学校跡地の活用になればです、ね、えー、まあいろんな議員さんも質問されております。 6月定例会で同僚議員の一般質問に学校跡地は市民の貴重な財産でありその活用にあたっては地域の皆様のご意見を参考としながら活用方法を検討すると答弁されておりますしかしながら実際はですね、まあ、その学校跡地が雑草地とならないよう地元自治会の皆さんが集まって協議してここを、まあ、グランドゴルフ場 盛んですのでグランドゴルフをしたいと市に申し込んでもですね予算が発生するからそれはできませんといった回答とお聞きしておりますがその真意をお聞かせください理財部長再質問にお答えいたします地域の住民の方が計画し実行しようとして市にご相談された際に それをお断りしたということでございますこれは地元自治会からグランドゴルフで利用したいため脇岬小学校跡地の整備についてご相談があったものでございます同跡地につきましては地元にも売却することをご説明し売却するまでの間現状貸し付けを前提として地元自治会に一時的に無償で貸し付けを行っているところでございます このような中、ご相談がありました整備につきましては、一時的に無償で貸付を行っている物件において、一定の整備費用がかかるということが想定されることから、このような整備については実施できない旨、回答させていただきましたが、その際に趣旨の説明が十分に行き届かなかった点については、反省すべきであると。 お持っております。改めてお詫びを申し上げます。今後はご相談があった件も含めまして丁寧な対応をさせていただきたいと考えております。以上でございます。5番後藤明彦議員、野茂崎地区の学校跡地についてはですね、まあ、企業誘致も厳しい、なかなか買い手が現れないそういう状態でですね、地元自治会においても学校跡地とをどう利用すればいいのか。 どう利用して活性化するのかというのが大きな問題となっております。まあ、そのような中です、ね、で、まあ、先ほど脇見咲小学校跡地と言いましたので、あ,のあれなんですけど、脇見咲小学校跡地についてはです、ね、まあ、校舎を解体したばかりで、まだグランドには石が散在していると、このままでは何の利用もできないということからです、ね、石をどけてもらって、グランド、ゴルフができる状態にしてくれと。 頼んだといいう,うに聞いております何もですね、そこをまたブルとか入れて、客道を入れてくださいと、そういうことは言ってないと思います。そのままグランドグランドを放置してもですね、そのグランドには当然雑草が生えて、その草刈り等にですね、毎年何十万もかかると思います。それよりも地元にですね、開放して、管理してもらう方が よほどお金がかからないんじゃないかなと思いますが、目先のお金じゃなくてです、ね、先々のことを考えて、えー、話をしてもらいたいと思いますが、いかかがですか理財部長、えーあの。そこの土地、えー、学校跡地の利用につきましては、再度、また地元の皆様のお話も、 おお伺いいいなながら丁寧な対応をさせててたただきたいと考えております以上でございます5番、後藤昭子議員、えー。そこはですね、えー、まあ、他になり、えー、有事の際にそこに避難しようという計画までしてるんですよ、地元は。えー、そのことも考えてです、ね、行動していただきたいと、もうこのことはです、ねあのー、次に触れますけど、コミュニティにもです、ね、大変つながってくると思います。 あのー、コミュニティコミュニティと言いながらです、ね、実際自、えー、自治会、地元がです、ね、話をして、えー、協議をして、これをやろうというときにです、ねえー、市が協力しないということではです、ねえー、片方ではコミュニティコミュニティと言いながら、片方では協力しないと、これじゃ、あのー、コミュニティもなっていかないんじゃないでしょうか、もっと、あのーえー、地域に寄り添ってですね、 市民の目線となってほしいというふうに思いますので、えー、よろしくお,、ね、お願いいたします、えー、続きまして、えー、地域コミュニティについてお伺いします、えー、まあ、市長が今答弁されましたまあ、コミュニティという理念はよくわかりますしも大切なものだというふうには理解しております まあそれに職員がですねどう対応するか、これから10月1日から行政サテライトの再編成がなってきます、職員が今まで以上にですね散らばるというか、各方面に行っていきますので、そこをどうするのか、重要かと思います、毎月、部長会議、課長会議があっておると思います。そして各所管ごとにですね 朝礼もやっております。そこの中でですね、こういう決まり事っていうか、今市はこういうことを推進しているぞということをですね、もう1回職員の皆さんに説明というかお願いしたいというふうに思います。まずコミュニティのその財源についてですね、お聞きいたします。地域説明会の前半においては交付金については住民1人当たり 500円交付しまますすというふうふな説明をししておりますしかし、説明会の後半になったら、それが200円とか300円とかいうふうになっており、今、どうなっているのかということをお聞きしたところ、まだ検討中であるということで言っておりますでこの、の確定もしていないのに、なんでこの説明会で,ですねそういう説明をするのか。 私には理解ができません、そこら辺の説明をお願いします企画財政部政策官。再質問にお答えいたします。地域説明会におきましては、仮称地域コミュニティ連絡協議会に対する財政支援としまして、交付金の創設についてご説明いたしましたが、そのほとんどの会場におきまして、交付金はどれくらいの予算規模を想定しているのかというご質問をいただいております。 これに対しましては、平成29年2月議会の所管事項調査の中でもご説明いたださせていただきましたように、予算規模として人口 ×500 円という約2億円程度の額を予定していることを回答させていただきました。また、各地域への交付額はどれくらいかとの具体的なご質問に対しましては、交付金に上限額を設けようと考えていること、 そして、その具体的な制度については、今後、議会の皆様や市民の皆様のご意見を踏まえながら、設計していくということを誤解とさせていただいております。しかしながら、今、議員がご指摘されましたように、地域の説明会の中で、地域の皆様が500円を交付するというふうに誤解を与えてしまっているところも、あの私としましては、真摯に判定しあの反省しまして、 今後、地域での説明会の際には、しっかりと、これまで以上にしっかりとご説明させていただきたいと思っています。なお、交付金にかかる約2億円程度という想定予算額でございますが、市内すべての地区で、この仮称地域コミュニティ連絡協議会が設立され、すべての地区で交付金の上限額まで活用された場合に必要な額となります。説明は以上です。5番、後藤昭彦議員。 はいえー、今おっしゃいましたがです、ね、前半に説明,が説明会があった地域の人はです、ね、1住民当たり500円ということはもう思ってますよ、またです、ねえー、交付金が一ああ人歩きしているんじゃないかなというふうに思います、まあ、交付金歩きで,です、ねまあ、連絡協議会を作るというところも出てくるんじゃないかなと懸念しております。また、あのー 財源についてはですね、合併特例採用で積み立てた地域振興基金を取り崩し、年間約2億円の20年間、財源は確保しています確かに40億、積み立て金は40億41億ですか、今あると思います。旧合併地区がですね持ち寄った基金30億2000万は、今年度全額もう使い切るという中で、 市町村計画の、市町村建設計画の着手率は97.8% 97. です。この未着手の事業もあるところで,です、ね、この合併特例債で造成したその地域振興基金の全額を、このコミュニティ連絡協議会の交付金に当するんでしょうか企画財政部長。再質問にお答えをいたします。 えー、今、あの、ご指摘があったとおり、市町村建設計画の着手率は100%ということではなく、現在また進捗している事業がある状況でございます。そういった中で、えー、合併7兆に対する地域振興策の予算でございますが、平成29年度で見ますと、ハード、ソフト事業合わせて約76億3300万円を計上しております。 その財源のうち、先ほど今ご指摘のあった合併7兆が持ち寄った方の資金、30億のうちの、今年は残額が約1億3800万円でございますが、これを全部充当した中では、その財源内訳は約1.8%でございまして、その他の大部分は合併特例債、過疎債、返事債などの有利な財源、 また一般財源などにより、充当をしている状況でございます。従いまして、合併7町が持ち寄った基金は今年度中、すべてに充当が完了いたしますが、今後も市町村建設計画に掲げる施策など、推進を図る,図るべき事業につきましては、必要な財源を確保しながら、着実な推進を図ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。5番、後藤昭彦議員、はいえー。合併7町が持ち寄った基金約30億2000万ですね。 これを使い切った中で今まで合併7兆の7兆が持ち寄った基金を財源としていた各行政センター管内で実施されているイベントですね野崎地区で言えば各地区の運動会とか文化発表会、推薦祭りこのようなイベントのです、ね、女性は来年からじゃどうなるのかとこの連絡協議会の財源となっている地域振興基金はこれには充当できないのか。これが、 心配なんですよそこら辺いかがですか企画財政部長 再質問にお答えをいたします。合併地区の祭り、あるいは文化活動につきましては、合併地区における地域コミュニティの支援、あるいは地域活性化に資する事業として、合併七町が持ち寄った基金を財源に進めてまいりました。先ほど申し上げましたように、今年度中に全て重当が完了する見込みでございます。一方、全市的な地域コミュニティに係る交付金の制度を今現在構築を進めておりますが、この目的は、まあ、コミュニティの支援、あるいはその 地域の活性化という目的が重複しているということもございますのでその整合を図る必要がございます十分にその点で検討してまいりたいというふうに考えております以上でございます5番後藤明彦議員はい、えー。すいませんちょっと話を前に戻していただきます1、えー、住民当たり500円,という500円とか300円とか200円とかいう話があっておりますが現在じゃいくらに考えてるんですか 再質問にお答えいたします現在あの、制度を設計しておりまして、今回の所管事項調査の方に報告あの図らせていただこうと思っているんですけれども、上限額を設けた上で、あで、均等割というのを設けて、あと1人頭400円、それで上限額にしようというふうに、今のところ案として持っております以上です。 5番、後藤昭彦議員、はいえー、予算がです、ね、通らないだ時点で,ですよ、住民の方に説明するのが間違いだと思うんですよ。<music> ですね、決まってないものを説明して、また200円とか300円とか、じゃあ、今度均等割りをして、えー、400円とか、まあ、どれが本当なのかよく分かりませんけど、そこはですね、 しっかりあの計画をして、まあ説明をしていただきたいというふうに思います。えー、それでですね、まああの理財部長にお伺いしますけど。えー、合併地区だけで、まあ平成二十九年度予算ベースで,ですね。ハードソフト合わせて約七十六億三千三百万が計上されています。まああのこれまでは、あ地域振興基金もですね。その財源になり、大部分はが。 ペートレー債とか過疎債、返置債などのまあ有利な財源と一般財源を重当しているということですね、しかし、平成28年度決算においては、経常収支比率がですね 4, ポイント4ポイントも下がっているんですよ、今までよりあの歳出の縛りがきつくなっている中で,で、この地域振興基金の質も十分考えなければいけないんじゃないでしょうかいかいがですか。 再質問にお答えいたします地域振興基金合併特例債を毎年一定額積み立てて市町村建設計画の中に位置する全市的な長崎市の 今後の推進のために費用は使うということになっております。その中で、あの、市町村建設計画の中でも、基本目標の中に、地域の支援という非常に大きな位置づけがなされております。ここを、ここ、ここその基本目標に従いまして、 この地域の支援というものに、この合併特例債で造成した基金については、基本に検討を進めていきたいという,う考えでおります。また、あの、先ほど、経常収支比率が、あの、今年度、平成二十八年度、非常に悪化をしたというご指摘がございました。これにつきましては、えー 歳入が、歳入、分母と分子の中での歳入面が非常に28年度は厳しかったということでございます。このことにつきましては、歳入面、様々な取り組みの中で、交付税をしっかり、基準財政需要額の中に参入をしていただく、あるいはその自主財源を増やす、また、分子の方になる交際費、これが、後年度の負担も考えながら有利な財源をしっかり獲得しながら、 さまざまな投資事業を進めていくということで、えー、知恵を絞りながら、健全財政の中で運営を果たしてまいりたいというふうに考えております、以上でございます5番、後藤昭子議員。はいえー、もうあの理想論というか、もうそれは分かってるんですよ、実際、えー、もう今、だいぶその経上昇している率、要はあの、中核市の平均がだいたい2.6ぐらいですかね。 2.6ポイントぐらい下がったということなんですけど、長崎市は4ポイント下がった、どうしてかというと、それは思ったより税,税収がなかったということなんでしょう。だから、あのそこら辺をですを、ね、もうちょっとあの十分考えてです、ね、予想も下がっとるけど、うちも下がっとるじゃなくて、うちはさらに下がってるという認識を持って取り組んでいただきたいというふうに思いますし、この地域振興危機の人についてもですね、 えまあ持ち寄った合併地区は持ち寄った基金がもうなくなった時点で,で、じゃあ、それをどうするかというふうな全体的なことをですねもうちょっと考えながら、ただ、その連絡協議会に交付金を出すなと,出せ出すなということではないんですよ、出してほしいんですけど、財源をもっと十分ですねえ考えた上えでやってもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 えー、次に、えー、行政サテライトのことについてお聞きします。えー、答弁では、付帯決議につきましては、重く受け止めていますというご回答をいただきましたが、非常に軽く見られてるんじゃないかなというふうに逆にですね、思います。まあ遠隔地であるう 業務を円滑に進めるということじゃないんですか。あの予算を持たさんと、遠隔にはあ、スムーズには業務は進まないと思います。今、あの答弁にあったようにです、ね、いろいろこういうことをしてもらいます、こういうことをしてもらいますということで,です、ね、おっしゃいましたが、それは一般の事務員でもできる業務なんですよ。特別技術員をそこに貼り付けて、えー、この業務をしてもらうのは非常にもったいない。 そう思いませんかただ、指導の破損があった場合、相談があった場合には、現状を確認し、対応方法を判断,判断し、小規模なものについては、業者への参考見積もりを依頼すると、これは技術職員で,もでなくてもできる,できるはずです、仮にあの野村崎、外目以外の地域センターの職員にはそれをさせるんでしょ、どうなんですか。 総務政策官再質問にお答えいたします、えー。他の地域センターにおいても、あのいろいろあの住民から要望がありまして、それから、えー、内容に沿って緊急性があるものについては、えー、調査を行い、そして総合事務所につなぐと、そういう考えで進めていくことを考えております。以上でございます5番後藤昭子議員あのー それは技術職ででなくてもできるんですよあのまあ 2,、えー、2月の総務委員会でもですねこのことについてはもう十分、うん、議論されたと思いますでそこをですね、えーまあ、野村崎と外目にはですね現状のままでやってくれという付帯決議までつけてですねやったにもかかわらずうまあ上辺は付帯決議通りですよあの職員を配置しますと。 でも中身が全然伴ってないじゃないですか、そういうことをするんだったらですよ、例えばその技術職員はですよ、野間崎外目の技術職員は、地域センターと総合事務所の兼務職員にするか、それとも総合事務所に席を置かせ、地域センターに配置する方がよっぽど効率的じゃないかと思うんですけど、いかがですか総務部政策官。再質問にお答えいたします。 先ほど申しましたように、地域の道路、公園、その他の土木の業務については、総合事務所に専門職員のチームを作って対応することとしております、生活道路を改修する必要があるなど、地域からの相談があれば、原則総合事務所の方から職員が出向いいくと。 いうことで、えー、先ほど答弁しましたように、えー、月議会での付帯決議を受けまして、え、野崎外目に、えー、技術職員を廃止すること。 ということで、そういったことから迅速な対応ができると考えております。そういったことで、あの、野間崎、外目に技術職員を配置するようにしておりますが、再編成後にもいろいろな検証が必要となってくると考えておりますので、その中で技術職員を地域センターの方に置いた方がいいのか、あるいは総合事務所から出向くような形にした方がいいのか、あるいは今おっしゃるように、 えー、兼務をさせた方がいいのかということについては、十分、えー、実施をしながら検討してまいりたいと考えております、以上でございます5番、後藤昭彦議員、はいえー、とにかくです、ね、予算がなければ何もできないんですよ、現場を見て報告するだけしかできないんですよ、そこであの予算があればそこでですよ、もうあの発注してすぐできるじゃないですか。 1> 1日まあ簡単な工事で言えば1日2日でですね予算がなければまた総合事務所に行って総合事務所から見てやらんばいけんとでしょそうなったときにはまた何日かかかると総合事務所もですねあの先ほど言いましたあの130万円以下の工事だけで1114件あるんですよでおまけに渡辺にあったように えー、市営住宅、これが五百何十件この市営住宅の工事というのはです、ね、おそらく何千円からの工事だと思います、何千円の工事も、100万円の工事もですよ、手続きは一緒ですので、そこら辺はですは、ね、やはりもうちょっとこう考えていただきたいなと、まだ今、始まっておりませんので、どうなのかというのは分かりませんけど、これはもうぜひですね、あの私はその予算も、 予算をやるか、それとも技術職員をですね、先ほど言いましたように兼、えー、務にするか、総合事務所に配置にして責任、えー、して、えー、地域センターに配置するか、それを考えていただきたいというふうに思います。えー、まああの総合事務所のことはですね、いろいろこうあって時間がちょっとあんまりないんですけど、これはぜひこう。 昨日の先輩議員である佐藤委員さんから、ぜひこれはもう一回聞いてくれということで言われましたので、あの昨日あの佐藤議員が質問いたしましたあの、6月の所管事項の説明ですね、えー、その資料にはです、ね、確かに中央総合事務所には総務課はなかったんですが、私あの、えー、お借りしてです、ね、その所管事項の資料を見せていただきました。それがですね ほんの2、3ヶ月経って、えー、新しい資料には、まあ、総務課があると、まあ、いつそうなったのか、なぜその、所管事項,事項ではそういうふうな説明をした上でで、ね、蓋を開けてみたら、そういうことになっていたと、これはもう本当、議会軽、えー、視じゃないですか、いかがですか。総務部長 え、再質問にお答えいたします。え、ご指摘のとおり、あの6月議会の所管事項の説明ではですね。地方総合事務所の本科の体制としては地域？ 地域福祉課と、それから生活福祉12課、地域整備12課という体制でご説明をしておりますと、その後です、ね、業務を細かく詰めていく中で、例えばです、ね、地域のコミュニティに関する施設、例えばフレアセンター等なんですが、これについては、総合事務所で所管するのが、より今回の再編成の意味合いからしてもふさわしいであろう。 というようなことでありますとか健やか支援課の業務の契約の部分を行うと一括で行うというような整理を行いましたそういう関係でですねもともと地域政策すいません地域 地域福祉課で、6月の時点で予想、想定していた職員の数っていうのは、43人程度を想定しておりまして、それがそういった業務をしっかり精査する中で、52人ぐらい、今回必要だということになりましたので、そうなると、管理スパン等も考えて、もう一つ課が必要だろうということで、今回、総務課と地域福祉課を分けるということで、検討をしているものでございます。以上でございます 5番、後藤昭彦議員はい、えー、しかし、6月の時点ではそういうことじゃなかったんですよね、6月の時点では、あのー、所管事項で説明したような体制ということで、まあ、今あの、十分検討したという、私、総務委員会ではありませんので分かりませんが、十分検討した中で、この配置になったという説明をした中で、この2、3ヶ月の間で,です、ねえー、そういうことで変更をしていると。 いうことになっていると、えーまあ、あのそれは、まあ、いい方にですに、ね、変わればいいと思います、しかし、あのこれはです、ね、あくまでもあの議会に所管事項として説明した中で,です、ねえー、こういう変更だったらあの議会、議会にも十分その説明はするべきではないかというふうに思います。えー、あと、まあ、今度はあのまだ 行政サテライトについてはです、ね、いっぱいこう聞くことがあったんですけど、もう時間があまりありませんので、あーまあ災害時の防災対策についてです、ねえー、お聞きします。ああの行政センターから地域センターに変更することに伴い、えー、職員がまあ半減するということになると思います。えー、地域センターには当然、災害規模に応じてあの A 配備、B 配備という配置をすると思いますが、 えー、人間が少なくなる中で,です、ね、今までのようにその配置ができるのか、それとも、それと避難所要因がどうなるのか、ちょっと説明をお願いします危機管理官。再質問にお答えいたします。大雨や台風、土砂災害等の災害対応につきましては、現在でも本庁を中心に各支所や行政センターにも人員を配置しております。 行政サテライト機能再編成後の支所行政センターにつきましては、地域の皆様の相談窓口業務を行う地域センターへと移行し、支所並みとなりますので、防災体制につきましても支所と同じ配置計画となります。しかしながら、市内4つの地域に新たに総合事務所を設置し、動物および福祉関係の職専門職員を重点的に配置しますことから、 災害対応につきましては、地域センターと総合事務所が連携しながら、柔軟かつ総合的な対応が図れるものと考えております。それと、避難所が開設された場合の防災体制についてでございますけれども、避難所要員の選任に当たりましては、現場対応に必要な職員は原則として除外することとし、災害対応への影響を及ぼさないよう配慮し、さらに避難所要員についても、 近隣居住の避難所要員でカバーし合う体制を組むといった対応をしておりますことから、防災体制と避難所運営の体制は両立できるものと考えております。以上でございます5番、後藤昭彦議員。えー、やはりですね、有事の際は、もうあの職員の方も頼りにしてきますので、よろしくお願いします。もう時間があありませんあの あとです、ね、税の申告とかも聞きたかったんですよ、これ、各行政センターはです、ねうん、税の申告時期には申告業務をです、ね、行っております、野茂崎地区においてはです、ね、何か所かを回って、職員がやっております、これは今後どうなるのかということをお聞きしたかったんですけど、ど、まあ2月の総務委員会においてはです、ねまあ本庁地域、本庁職員を地域センターに派遣すると、それで対応すると。 いうことで言っておりますが、どうしてもこれは本庁も忙しい時期なんですよ。それが本当にできるのかというのがちょっと疑問にあります。えー、それとですね、あのー、私はあの先般から行政センターとかを回らせてもらいました。まあ職員の方がですね心配しているのは内事です。内事をいつにするのか。私はもうあのこの行政サテライトをするというときに。えー なんか準備室かなんか作るのかなというふうに思っておりましたが、それもないと、で内事は通常1週間前ですが、いつ内事をするのか、もう1週間前にすれば、住民大移動みたいにわーって言ってから、もう訳のわからんことになっちゃうかなというふうに、まあ、思っておりましたが、もう内事もです、ね、十分考慮して、できれば私たちが言うことではないかもしれませんけど、えー、職員の皆さんのためにです、ね、内事も早くしていただいて、スムーズに移動ができるように。 お願いいいしたいと思まますすこれは要望に変えますあと時間がありませんので、軍艦島資料館なんですけど、先般から軍艦島資料館の在り方について、市民対話で,です、ね、話をしました、さまざ、あ、まなご意見が出ました、展示の内容についても出ました、そこら辺をですね、ん、ま、を、あ、地域の雇用を十分です、ね、聞いていただいて、 えー、より一層いい資料化にしてもらいたいと、また今後はあの、田の子のです、ね、再開発に向けたまた話し合いも再開すると聞いておりますので、まあ、そこら辺も十分にですね、加味しながらあ、計画をしていただきたいというふうに思います。よろしししくお願いいまますありがとうございました